度狭いエリアで名古屋が敵陣ペナルティーエリアにさあ切り込んでいく。ジョーだ、ジョーに当たった、オフサイドはない、どうだ、シュートが、最後泉、どうだ、まだチャンスがある、シュート決まりました、前田、名古屋先制。最後は前田。さあ非常にこの縦パスですよね、上へのパス、非常にいいパスでしたね。このジョーもね、まあ、ゴールは狙うんじゃなくて中の選手に合わせたかったんですけどね、まあ、ちょっとあそこでプレクション気味がこぼれたのが前田選手の前だったということですね。ジョー選手もね、一人でね行くのかなとは思ってたんですけどね、はいはい、そういう選択肢もあったと思うんですけどね、ここでクロスを選びました。ここで一人前の選手が潰れて前田選手が早く反応して非常にこう状況を見て浮かしましたね、ボールね。